宮城県気仙沼市、三陸海岸南部の交通や商業の拠点となっており、漁業、水産関係者の往来も多く、特産のフカヒレをはじめ、カツオの水揚げが24年連続日本一となるなど、幅広い水産業が立地しています。そんな気仙沼市を2011年3月11日に東日本大震災が襲い、津波や火災、地盤沈下などにより、たくさんの犠牲者、被害が発生しました。非常に多くの命が失われてですね、沿岸部にあった多くのものが、破壊されたということで、夢だろうというよりも嘘だろうという、震災の1年目はですね、多くの方が市外に出ることになりました。一番人口減少が起こった年です。震災での犠牲者は1350人以上、人口は約7万4000人から1年間で約7万人まで減少しました。そんな中、大学生時代に福井県からボランティアに参加した加藤さん、震災後から毎年定期的にボランティアで気仙沼に訪れていました。その気仙沼にいろんなことを教えてもらって、そのままなんか夏休みが終わったから、じゃあもう帰って関わりがないっていうのは、すごくこう、そういうつもりで行ったんじゃないみたいな、なんかこれはもっと関係性として続けていきたいなっていうふうに思わせてもらって、2015年の春に移住をしてきたと。移住に興味を持っても気仙沼での雇用、住居、コミュニティが確立されていないことから、移住を断念する人が多くいました。加藤さんは自身のそういった経験から、同じく移住してきた方たちと共に町づくり団体を立ち上げ、町のために活動を始めました。市では2016年10月から移住定住支援センターみなとを導入、その運営を加藤さんたちに委託しています。楽天ふるさと納税で集まった寄付っていうのを、市のいろんな分野で使っているんですけれども、その中の一つの大きな柱として、移住定住という分野に使っておりまして、これまでいただいた寄付に関しても、この移住政策を進める上で非常に重要な資金源として活用させていただいています。昨年度でいうと30人、で多分今年度に関しては40人以上の移住者の実績を受け入れることができるんじゃないかなと考えておりまして。気仙沼で地域おこし協力隊として働いている折笠さん、大学生の頃に気仙沼で活動した経緯から、移住定住支援センターを活用して移住することを決めました。自分にとっては新しい地域に入るっていう感覚で、その中でやっぱり一人暮らしっていうのは私の中で結構不安で、窓口があったことはすごく大きいですね。やっぱりそこで仕事紹介してもらえなかったら、多分気仙沼には来れてないですし。移住者が移住者を呼び、移住者と住民との交流が生まれたことで、気仙沼には震災前の活気が戻ってきつつあります。震災直後から学生ボランティアとして気仙沼を訪れていた根岸さんは、東京に就職先が決まっていた中、気仙沼の復興に携わりたい思いを諦めることができず、移住することを決めました。そうですね、やっぱりテレビで見るのとは全然違って、こう街全体が本当にこうグレーというか、雰囲気がすごいこう重い感じは当時ありました。でもやっぱりそこでこう生きてる人たちが本当にこう前向きで、私が出会った漁師さんとかも底抜けに明るかったり、人はカラフルでしたね。そしてやはり移住者の特権として、フラットにこうこの街を見れるんですよね。地元の人たちだけだとできない力を明らかに発揮していただいていると思います。ご縁というものが確実にその世の中には存在をして、震災からのみんなの心も支えたし、町としての行く姿だったりをですね、間違いなく彩りのあるものにしてくれているんだと思うんですね。大震災以降の復興の過程での人とのつながりというものは、かけがえのないものを私たちはこの町全体としてですね、得たんだというふうに思います。